はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました神戸市伝統芸能保存会でございます。今日は金助桜祭りということで、神戸地区からは、区の役員の方々に市屋方の先導役として、参加していただいております。私たち神戸地区は、町の行事や区の行事にはいつも一緒になって共に行動し、活動しております。今日は神戸地区総勢19名でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、神戸伝統芸能保存会はメンバーが1名新たに加わりまして現在10名、40歳代から80歳までの幅広い年齢層で活動しております。練習は月2回楽器教室を行っておりまして、練習では主に笛や太鼓の音色の強弱、速さなどを主に調整し練習に励んでおります。今日はこうした趣のある伝統的な笛と太鼓の合奏をお聴きいただけたらというふうに思っております。楽曲は、道行き、雨降り、黒江、宮入りの4曲でございます。どうぞよろしくお願いします。1曲目は道行きでございます。この曲は別名ぞめきとも言いますが、五穀豊穣と、神戸地の繁栄を願って、お祈りする曲でございますが、白山神社にいや薬師寺に行く途中で演奏する曲でございます。お聴きください。ありがとうございました。2曲目は雨降りでございます。この曲は水不足で田んぼに雨が欲しい時にお祈りしたり、白山神社にお祈りする時に演奏する曲でございます。お聴きください。Thank you.
ありがとうございました。続きまして3曲目はクロエでございます。このいわれは不明でございますけども、カラオケでいうデュエットのように、大太鼓と小太鼓の掛け合いが見どころとなった曲でございます。お聴きください。最後の曲でございますが、見合いでございます。この曲は秋祭りなどで、お祭りの時に白山神社に入る境内に入る時に演奏する曲でございます。非常にテンポの速い曲です。大太鼓と笛との、掛け合いを一つ見どころとなっておりますのでよろしくお願いします。4曲のうちで一番熱のこもった演奏になっておりますので、じっくりお聴きください。お聴きください。Thank you.
します。どうもありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました上荻寺伝統芸能保存会でございます。今日は金助桜祭りということで、上荻地区からは、区の役員の方々に市屋方の先導役として、参加していただいております。私たち上荻地区は、町の行事や区の行事にはいつも一緒になって共に行動し、活動しております。今日は上荻地区総勢19名でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、上荻伝統芸能保存会はメンバーが1名新たに加わりまして現在10名、40歳代から80歳代までの幅広い年齢層で活動しております。練習は月2回楽器施設を行っておりまして、練習では主に、笛や太鼓の音色の強弱、速さなどを主に調整し練習に励んでおります。今日はこうした趣のある伝統的な笛と太鼓の合奏をお聞きいただけたらというふうに思っております。楽曲は、道行き、雨降り、黒江、宮入りの4曲でございます。どうぞよろしくお願いします。1曲目は道行きでございます。この曲は別名ぞめきとも言いますが、五穀豊穣と、神尾口の繁栄を願って、お祈りする曲でございますが、白山神社にいや薬師寺に、行く途中で演奏する曲でございます。お聴きください。ありがとうございました。
2曲目は雨降りでございます。この曲は水不足で田んぼに雨が欲しい時にお祈りしたり、白山神社にお祈りする時に演奏する曲でございます。お聴きください。ございました。続きまして3曲目は黒絵でございます。このいわれは不明でございますけども、カラオケでいうデュエットのように、大太鼓と小太鼓の掛け合いが見どころとなった曲でございます。お聴きください。最後の曲でございますが、見合いでございます。この曲は秋祭りなどで、お祭りの時に白山神社に入る境内に入る時に演奏する曲でございます。非常にテンポの速い曲です。大太鼓と笛との掛け合いを一つ見どころとなっておりますので、よろしくお願いします。4曲のうちで一番熱のこもった演奏になっておりますので、じっくりお聴きください。お聴きください。Thank you.
以上で演目披露を終わります。どうもありがとうございました。